伊藤小左衛門は、江戸時代初期の福岡藩の人物である。博多の地で二代にわたって活躍した豪商であり、ここでは主に二代目小左衛門について扱う。博多に出て、その詳細を発揮して、財を築いた初代の後を継いだ二代目小左衛門は、同じく、博多の豪商である、大賀総博と共に、福岡藩主黒田氏の御用商人となった。そして、 長崎大官の末継ぐ平蔵や西村隼人、大河黒左門ら商人たちと共に、直接衆院船を派遣することのなかった黒田氏に、代わって海外との貿易活動を行った。そして、昭法4年6月、ポルトガル船が来航禁止令を破って、長崎に入港して貿易再開を願い出た際、当時の長崎警備役であった福岡藩二代目、藩主。 黒田忠之のため大いに尽力し、これを称せられて五十人口を与えられた。浜口町に在住していたが、やがて長崎にも出店を設けて移り住んだ。船津町や浦後当町などにも屋敷を構えて、博多と往来して商売し、長崎奉行の接待のため後当町の屋敷を提供するほどにもなっていた。この当時、小材門は毎年銀十貫を消費し、 通じや大人から銀7000回以上の資産を持つと噂された。それだけの資産を得るに至った背景には、出雲山や広島さんの鉄類の売買や武器の生産に従事したことだけでなく、中国、朝鮮との密貿易による利益もあったと言われる。また、民の復興を願い、清と戦った、帝成功とも何度も貿易を行ったとされる。漢文7年。 地後柳川出身で、長崎浜町居住の江口家門の芸人で、柳川寮にあった平左衛門というものが、柳川藩当局に訴え出たことから、伊藤小左衛門の密貿易が発覚した。その訴えは、家門が、津島の小茂田関左衛門と共謀して、武具を朝鮮に密売したというものであった。家門を柳川藩の長崎倉屋敷で捕らえ、ろ舎者に入れて、取り調べを進めた。 結果、密貿易に関わる、者たちが判明した。これにより、伊藤小左衛門をはじめとし、長崎の浜町大人、浅見七左衛門、新大区長の油谷彦衛門、地区長の塩谷太平、露須町の中尾谷寺兵衛、そして、津島の小茂田寛左衛門、亀岡平衛門、扇角右衛門、さらに、福岡領の高木総重郎、篠崎伝衛門、前の孫衛門、 唐津藩の今村藩左衛門、島原領氷見村の貨幣、小浜村の利兵、熊本藩や津城の黒左衛門、大阪の神兵衛、長兵衛、正左衛門以下、全部でおよそ100人近いものが捉えられた。密貿易は、数年来の計画的なもので、長崎、博多、津島から島原、熊本、唐津閣僚だけでなく、上方の大阪にまで及ぶ、大掛かりのものだった。 その中心人物が伊藤小左衛門であり、漢文2年から5年間で7回にわたって、小茂田漢左衛門や義格上門らと共謀して、出資し、朝鮮に武具を密売していたのであった。小左衛門と浅見七左衛門の二人は卓刑となり、四十数人の者が残首、極門などの死刑、同じく四十数人が在所からの追放に処された。 小衛門の子である二人の男児も演座させられ、そのうち長崎にあった一人は、父と同日に、長崎で残首。博多にいた、もう一人は、長崎奉行から、福岡藩に命じ、博多で残首させた。博多の高木総重郎は、福岡藩当局の手で捕らえ、長崎に召し出して、ここで処刑。津島の小茂田菅材門は、大海大津で捕らえて、京都の老舎に入れ、 ついで大阪に回し、その後長崎に召し連れ、長崎奉行所で貼り付けとする、胸の判決を下した上で、津島で刑の執行が行われた。この密貿易は、福岡藩自身も関わっていたのではないかとも言われており、三代目藩主の黒田光之は、小左衛門の命を救えなかったことを修正悔やんだ。小左衛門の屋敷跡には、万四郎恵比寿者が祀られた。近代に入り、 万四郎神社と称し、小左衛門と共に処刑された二人の子、小四郎と万之助を祀る神社となった。伊藤小左衛門の墓は、明楽寺にある。事件から50年後の教宝記に、近松門左衛門は、伊藤小左衛門をモデルにして作った浄瑠璃の戯曲、博多少女老老枕を発表した。ありがとうございます。